分で美しくなる3分ビューティーダイエット美容家の元島沙織です。今日のテーマはパンツの上に乗るお肉撃退、行方不明になりがちなウエストくびれ再発見するのがテーマになります。子供を産んでからとか年齢を重ねるごとにつきやすくなってくるのが実はお腹とか腰周りのお肉、この辺につくと漏れなく横に広がってみるというか、ウエストの女性らしいラインっていうのがどんどん埋もれてきてしまいます。その原因の一つに、まずすごいむくみやすい部分っていうのがあるんですよね。お腹周り普段むくみって感じると下に溜まっていく下半身っていうのを感じやすいんですけれども、実はお腹周りすごくむくみやすいです。あととっても凝りやすい腰周りが近くに裏にあるので、この腰周りが凝ると漏れなくこの腰周りのパンツの上に乗るお肉がですね溜まりやすくもなってきます。なので腰痛があるなとかちょっとむくみやすいなって方は特にちょっとこの辺もねつきやすかったり、お腹の筋力を普段使ってない方もちょっとこうね内臓が全体的に下に落ちやすくなって前がポッコリして、まあ前下がポッコリしてくると漏れなくねお腹周りもむくみやすかったり、こう下がねふっくらしてくるので、その辺をすっきり今日マッサージでさせていきたいと思います。では早速マッサージしていきましょう。まずウエストのこうくびれを邪魔するようなお肉、こうパンツの上に乗るお肉ってこの辺がメインでつきやすいんですけれども、ほぐすのはお尻の割れ目の上ぐらいからウエストのちょうどくびれるあたり、くびれを作りたいぐらいのあたりまでしっかりほぐします。でグーを使ってこう縦に、ズの第二関節縦にほぐします。でここはツールとか使うときは服の上からとかでもいいんですけれども、グーでやるときはちょっと摩擦になっちゃうので、なるべくクリームとかオイル使ってあげてください。こうほぐすの絞り棒とかもすごくおすすめです。グー持ってる方は使っていただきたいんですけれども、ここ上下に結構しっかりめに、圧は気持ちいいから痛気持ちいいぐらいでこうほぐしてあげて、でこれだけじゃちょっとほぐし足りないっていう方とか、ちょっとね固めな方とかはつまむのもとってもおすすめです。この辺のお肉をグッとつまんで揺らします。ちょっとつまみにくいよって方はつまめる範囲で大丈夫なんですけど、つまんでこうほぐしてあげるとよりこの辺が冷えて固まっているものがポカポカしてくるので燃焼しやすくなると思います。この辺もしっかりこう揉んで揺らしてあげて、反対もやっていきましょう。この辺もお尻のこの辺からここまでしっかりほぐします。こう上下に第二関節を使ってほぐしてあげて、でこうほぐしてつまんでね揺らしたら、今度はウエストラインを自分で作っていきます。手のここの水かきの部分を使って下から両手でこっちの手で引き上げて、反対の手でキャッチ、こう上げてキャッチして、こうちょっとずつ前に持ってきます。で今回ウエストのくびれを作るの目的なので、ウエストの一番細くしたいくびれ作りたい部分を通って前に持ってきます。こっちもこうゆっくりこう自分でお肉を逃がさないように両手でキャッチしながら、私はここをウエスト細くしたいので、ここ真ん中をグッとウエストの一番細くなりたいところを通って流します。でここも後ろからこう持ってきて、わかります？ここの細くしたい部分を通って体に覚えさせながら流します。はい、これをしてあげると本当にむくみやすい方とか、普段こうなかなかお手入れする機会ない方とかは1回で左右のくびれが違って見えたりとかするので、ぜひやってみてください。隙間時間にちょこっと美と健康に近づく3分ビューティー、今日はここまで。元島沙織でした。ありがとうございます。